モルツはサントリービールが製造し、サントリー種類が販売するビールの一つである。1986年から2015年の間に発売され、つぶえりバッグが100%で製造されている。この記事ではサントリーから発売されているモルツを関する他のビールについても記す。このビールの特徴として、原材料に天然水を利用していることが挙げられる。 この天然水を利用するために生産工場の立地を決めるほどの力の入れようである。日本国内に以下の4つの生産工場があり、生産工場ごとに使用する水も4つの水系の水に分かれている。そのため、各工場で生産されたモルツには味の差がある。2005年6月にはこの味の差を利用したモルツの見比べセットが限定発売された。 2005年に販売されていたモルツの瓶ラベル。当時は瓶と缶でデザインが異なり、缶はグラス型のラインの中にビールが注がれているデザインだった。サントリーは1963年にビール事業に参入。当初は社長であったサジ系像主導のもと、デンマーク産のカールスバーグをモデルとしたクリーミータイプの泡と爽快な喉越しをイメージし、墨を止め打った。 ビール作りを行っていたが、ブランドイメージが今一つだったこともあり、そのイメージを刷新すべく、1980年代はサントリー製ビールなど名前を変えるも、改善とまではほど遠く、採用手のキリン、さらにはアサヒや札幌などのメーカーに水をあけられていた。このため、サントリーは他と違うタイプのビールの開発を目指し、ビール作りの根本となる原料を見直すことから、始めた。 1986年、トウモロコシ、ベイコーンスターチ、大麦等の復元料を一切使用せず、爆が100%で製造された、モルツが誕生する。翌年、アサヒビールが、スーパードライを投入し、大ヒット。サントリーも追随し、サントリードライを発売する一方で、モルツは、山本浩二や古今亭新町、藤達也、五木博郷ひろみらを CM に起用し、 私はドライではありませんというコピーで当時から品質の良さを訴求していた。後に1992年から1994年まで当時電通のプランナーだった佐藤正彦を中心に企画され、萩原健一、久井恵美の二人を起用したうまいんだな、これがのキャッチフレーズを用した CM が放映されると真心ブラザーズによる耳に残る。 CM 曲、モルツのテーマも手伝って、次第に売り上げを伸ばしていく。この曲は1992年から1994年までの CM で使用されていたが、2007年のリニューアルから、モルツのテーマの新バージョンの CM で13年ぶりに、復活、スパークス・ゴー・ゴーがテーマを担当した。製品ラインナップとしては 350ml500。 ミリリットルの缶入りが各4生産工場で生産されている。また2000年11月28日にはさらに上のクラスのモルツプレミアムが発売されている。2008年9月30日からコンビニエンスストア限定でモルツダークビターがまた同年12月16日からは同じくコンビニエンスストア限定でモルツスノーホワイトが数量限定で販売されている。 瓶製品と存製については2014年3月上旬製造部により独自技術の HHS 製法を採用した両院店向けのモルツザドラフトにリニューアルされている。同年7月15日にはシトラホップを使用したコンビニエンスストア限定製品モルツサマードラフトを数量限定で発売した。ただし通常のモルツは上記で述べたザプレミアム。 モルツの市場力強化などを理由に流通量を減らされている状況にあった。そのため近年では一般のコンビニやスーパーであまり見かけなくなり購入も難しくなってきていた。1995年にカントラベルのデザインが新たにリニューアルされたがデザインが札幌ビールの札幌黒ラベルに似ていたため札幌側からクレームをつけられ店頭販売までやや時間がかかったことがある。 後に札幌はこのクレームを取り下げている。宣伝についてかなり好意的に捉えられ同年9月からは、モルツとモルツザドラフトを統合して、後継商品としてザモルツに解消、リニューアルされた。モルツザドラフトで先行採用された HHS 製法が本製品でも採用されている。2016年12月にザモルツが解消後初のリニューアル。 使用するホップの配合を変更して中身のブラッシュアップが行われるとともにパッケージデザインは背景の同色を明るめにし麦のイラストのコントラストが強調された2017年以降はコンビニエンスストア向けの数量限定品が発売され2017年6月にはモルツサマードラフトをザモルツブランドとして改名したザモルツサマードラフトを 同年10月にはカスケードホップを使用したザモルツウィンタードラフトを2018年2月にはアルコール度数を3.5%に設定したザモリツ麦オル3.5%を2019年6月にはツブエリ爆ガを100%使用し希少品種のアマリロホップなどの複数のホップを配合したザモルツホップパラダイスが発売されたありがとうございます